最近面白い芸人さんを見つけまして、はあ、衝撃戦隊さんっていうねコンビがいまして、はあ、ボケとねツッコミがねもうね真逆というか、ダブルボケとかダブルツッコミあるやん。これ新しいんですよ、もっとなんか適当に突っ込んでる。お前バーバリーかお前って言ったら、うん、こうバーバリーかって突っ込めるようなことをボケんねん。あー先に突っ込みを言って、あーなるほどなるほどなるほど、後からボケを考えるという。バーバリーかってむずいね。いやむずい、ちょっとバーバリーか、いやーじゃあこの靴下さ結構高くて7000円しちゃったよ。まあまあまあ、まあ、そういうことですよね。まあまあこういうことだよね、うん、一つの笑いも起こらへんけどそういうことじゃあ難しいよ。難しいね。まあでもそういうことでしょ。めちゃめちゃって、ああまああれやこんな難しいことをね、うん、お前ラップと一緒ですよ、それこそ。ああラップもだってね、お前そうじゃん、始めたての人が韻踏もうとするなっていうことですよ。ああなるほど。そうまずはもうこういう何のひねりもない面白みもないことを言ってって、ああだん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 上達するんじゃないですか。なるほど、もうこの動画の最後にはもう上達してる。そう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 、めちゃめちゃやばい、もう衝撃戦隊ですよ。ああなるほど、終わる頃にはもう俺らあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、交互にちょっとやってみましょうか。ああ、いいよ。ブーメランか。いや、俺この前ね、その小旅行に行ったんよ。はいはいはい。そしたらね、軽井沢行ったんだけど。笑てるねー。あー、これむず。笑てるなー。いや、むずいわ。むずいな。めっちゃむずい。何？むずいで、むずっ。いやもう何で旅行の話したんだろうな。待って、むずいな。むずいね。じゃあ次俺突っ込むわ。はいはい。わ、これ難しいな。お前警察かお前。やってますか。いや違う。ああそういうこと。ああそういうことね。合ってるでしょ。ああま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 あ、そういうことだよね。あまあこういうことですよ。あ、面白くなくていいんですよ最初は。いいですよ、もうめちゃめちゃ緩くキャッチボール。すんげえ緩くそういうことですよ。ちょっと俺はもうボール投げることもできなかったから、ね、そうそうそう、ブーメランカーで軽井沢行って爆笑してもってたいやこれあって俺こういう頭のね体操マジで苦手なんだ。いやなんかこういうことでやっぱもうね25になる年ですから我々は、うん、はい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 、はい、もうおっさんなわけですよ。まあそうだね、まあそろそろちょっと脳トレ始めた。まあ脳トレですわな、ある意味、うん、やっていきましょう。脳トレなおかつちょっとお笑い向上委員会ですよこれは。よし、何でも来いよ。もう何でも行きますよ。何でも来い。モンスターかお前。俺この前さ、おうおう、爪から緑の液体こぼれたモンスターかお前。お、いいですね。ああ、こういうことでしょ。よしよしよし、これ突っ込みたく、その言葉でほんまに突っ込みたくなったら言おうや。ああそうだ、ね、その突っ込みまたしちゃう。ああそうだね。そしたらちょっとテンポ出てくるから。あ、その突っ込み来たら、あ、ある程度認めてくれたっていう証拠だな。あー今でいいんじゃないですか。よしよし。お前関西人か。ちょ、ボケ酔わない。ボケ酔わないじゃない、ツッコミ酔わない。なんかなるべくなんか、なんで広すぎひ、なんかもう何でもできるやんそんなもん。お前ツイキャス中のリボンかお前。ツイキャス中のリボンかお前。ありがとうございます。あ、いいじゃないですか。早いね、あいつはもうめちゃめちゃいびきかせます。はいはいはい、なるほどなるほど、なるほど。あ、そういうのもいいですね。爆買い中国人かお前。変態やないか。それ変態やんけ。わあむずいって、むずいわ。爆買いしてるやん、でも今。ちょちょ、爆買いしたやん。気持ち悪かったよ今。ただただ。お前それディズニーランドのお菓子かお前は。いやね、この前こうなんかむずこれ細かい方がいいでしょ、だってディズニーランドのお菓子か。もうディズニーランドのお菓子もちょっとディスりつつのボケせなあかんやん。いやこうファンタジーある感じのツッコミにしてもいいわけですよ。だから例えばその、例えばボケボケね、例えば出てけへんな。あ、R1 かお前。優勝してん。やめろお前もう。そっちの R1
ほんで R1 あの乳酸菌の方や。あ、そっち一回あいつら呼ぼうよ。あ、そうだね、あいつらやらそうよ一回。はい、今ちょっとね、ちょっと暇だったんで、はい、まあ、サブちゃんを撮ったんですけど、はい、うん、衝撃戦隊って知ってます？知らない、わかんないです。漫才師や最初に、うん、まあ、なんでもいい、ゴリラかって、うん、ツッコミを最初に、うん、ほんならその後にボケを言うっていう。おお、逆の。あ、なんかでも聞いたことある。あ、なんか聞いたことある、聞いたことある。めっちゃアホなお二人ちょっとやってもらおうかな。あ、俺ら二人で、俺らが最初にツッコむんで、それに合ったボケを次回あれしてよ、デモンストレーションね。お手本を見せるか。お手本さっきもボロボロでしたからね。ああやってました。ああ、やってまあ、一応俺がボケましょうか。ああ、そうしようか。はい、お前ピーマンか。なんかね、このチンジャオロースに入ったんですよ、メンバー入りさせていただいて。こういうことです。ああ、なるほどね。これはちょっと何のひねりもなくてあんま面白くない。じゃあまず恭平からいく。俺いく。じゃあ俺が作りますか。お前シュプリームか。終わり？終わり？今分かんなかった。最高ってことだよこれ。あ、それ最高だ。最高ってことだよ。分かりづらい。お前最高でパッて出てきた。お前めちゃめちゃナイキやで。それでお前シュプリームかって突っ込めるんだ。ああ、最高最高ってやってたからシュプリームかってなる。突っ込む俺の気持ちにもなってよ。ああ、それは。え、どんどんないこれ。お前ゴミ箱かお前は。ああ、いいですね。それはおもろい。ああ、そう、いいですよ、そういうことですよ。なかなかすごいです。おー、いいじゃん、いいじゃん。お前、iPhone7 か、お前。むずない？じゃあ、どういう世界観？これは、iPhone7 って古いでしょ。うん、古いボタンしたんですよ。古いタバコを鼻に入れるふんふんっていうボケをした。古いだろ。古くないよみたいなって感じです。でもスピードはいいよ。意外と俺らだけやっぱ考えちゃうから。ああ、いや全然正直言ってね、恭平より俺の子全然下手。ああ、そうなんですか。全然俺下手。普通そうなんよね。え、ちょっと大輝見せて。大輝大輝行こう。俺が90パッパッって言ったら俺がボケがいいのよ。東急ハンズかお前。安くなっております、この商品50円。なんと安くなっております。ありがとうございます。はい、それでびっくりマンチョコ35周年、35円でございます。ありがとうございます。アメ横かい。東京ハンズじゃない。東京ハンズじゃないけど。東京ハンズってなんか安も置いてるイメージだから。なるほどなるほど。お前マクドナルドか。え、俺の体、体か、体か、俺の体食べる、食べる。これは違いますよ。アンパンマン。そうだね。むずいな。結構難しいこれやっぱね。結構難しい。じゃあちょっと俺もう一回リベンジした。リベンジした。逆にお前らが出したらいい。ああ、結構突拍子のもないツッコミでもいいかもしれない。ああ。スピード大事していかない。お前掃除か。これはやばい。なるほど。多分ひどいな。ダメやな。もう本当にね、もう掃除って言われたら掃除しかない。やばいね。違う角度から考える。そう、違う角度。いや、まあ、掃除はちょっと難しい。むずいよ。お前キッチンか。何それ。何これ。何でしょ今。モコズキッチンです。モコミチかよ。モコミチです。モコミチかなんです。モコミチです。はい、で、突っ込んでもモコズキッチンかな。キッチンじゃない。もう苦手だわー。じゃあ俺が言うね。あ、大丈夫。言うね、行くよ。お前、ゴジラか。いや、その、この前さ、この前、その、歩いてたらさ、なんかね、待ち踏んじゃってさ。ゴジラか。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。ああ、いいですよ。そういうことだ。100点だ、これは。あ、今、今めっちゃ良かった。よし。ちょっと温まってきた。これも欲しいな、ちょっと。じゃあ、次のり。じゃあ、のりさんね。お前、テレビか。ベン。B 級やな。 B 級のテレビはそれなかなかベンってつかんやろ今もう。そのツッコミにツッコんじゃう。まあね、まあね。まあというわけでね、まあ以上我々4名で衝撃戦隊でした。おこがましいわお前。